ランザローテは日本の競争は主な勝ちクに2009年のプロキオンステークス。場名の由来は、スペイン領、カナリア諸島の地名、ランサローテ島からで、祖母、ターシュからの連想による。2006年6月25日、函館競馬場での3歳未勝利戦でデビューし、1着。2戦目の500万下条件戦を2着のの地球用に入り、 4歳春に復帰して2戦0 1勝とするが、再度の休養生活に入る。5歳の12月に復帰して、初戦を勝つと、1000万下条件のコーラン系特別、1600万下条件のラショモンステークスを連勝して3連勝でオープンクラスに上がる。重症初出走となったマーチステークスは、エスポアールシチーの9着に終わり、続くケヤキステークスも5着に終わったが、 7月のプロキオンステークスでは先行した東方ドルチェをゴール前で差し切って重賞初制覇を遂げた。その後佐賀競馬場のサマーチャンピオンで2着、9月阪神競馬場のエニフステークスで3着とした後休養、翌2010年に復帰して1層の後7月28日付で競争場登録を抹消した。引退後は乗馬となり、 北海道苫小牧市のノーザン山ースパークを経て、福島県南相馬市原町地区の星ファームで、功労場として、マンボツイストや名称レグナム、ブリリアントロードといった他の重症化チューマと共に、つなぎをされていたが、2011年3月11日に発生した東日本大震災や福島第一原子力発電所事故の影響で、栃木県に一時避難の後、 9月に入って、北海道日高町の日高町、家畜自衛防疫組合に集団避難。2012年5月に、両馬と共に星ファームに帰給したが、間もなく体調を崩し、7月30日に死亡した。以下の内容は、ジャビスサーチ及び netkeiba.com に基づく。ありがとうございます。